はい、こんにちは、まーちゃんねまーはるです。今日はこちらでございますね。うん、スーパーマリオ 3D ワールドのチョコエッグですね。うん、それをですね箱買いしました。うん、全部で10個入りでございますね。うん、これ2番だね。だ、2だ。あ、そう、そうだそうだ。チョコエッグスーパーマリオ 3D ワールド2ですね。うん、そうだそうだそうだ。2。あ、ありがとう。うん、では早速開けてみましょうか。うん、こんな感じですね。うん、おお、こんな感じですね。うんうん、マリオと、あ、ちょっと待って。ラインナップは。ラインナップは全部で11種類プラスシークレット1種類だって。うん、あー、じゃあこれを箱買い全部開けてもコンプできないわけだ。うん、あー、そうだね。11種類、うん、誰に会えるかお楽しみって書いてあるね。一応、うん、シークレット出てほしいね。そうだね、シークレット欲しいね。うん、ここにちゃんとパート2と書いてあります。うん、では、こちらの10箱一気に開封していきましょうか。うん、前ねチョコエッグ開封した時もやったけど、こういうタッパーに入れて縛っていきましょう。さすがに全部食べると羽に出ちゃうから。うん、昔のチョコとか今のチョコとか分かんないこともあるからね。あ、そうそう、前のねチョコまだ残ってんだよね。うん、じゃあ、えーちゃんこれ開けて、パパこっち開けていきますね。じゃあ、記念すべき1パック目だよ。あ、えーちゃん、チェーンズね。おー、こんなピンクのエッグだ。うん、あのね、これは開けるときにちょっとずつ開けてて、あ、開いてたじゃん、よかったね。開いてた、ラッチー。そしたら開いてるやつもこれに入れちゃって、これに。うん、でも割れてんね。うん、割れてる、割れてた、割れて、これでも閉まるからね。では1パック目と2パック目のカプセル開けましょうか。せーの、はい、よいしょ。お、お、お、なんだこれ。はい、今回のラインナップはこちらですね。やっぱマリオが欲しいかな。うん、あー、はい、ここが、おー、はい、ということで一つ目はこちらのパタンテンとこのプレッシーが出ましたね。うん、プレッシー顔だけだね。うん、うん、体は水の中って感じ。そうだね、青いもん。うん、そういうことですね。うん、はい、ではいきますよ。はい、せーの、はい、じゃあこれえちゃん開けてください。うん、はい、じゃあ何だ。あ、お、なんだそれ、ちょっと待って。お、猫っぽい。ということはシークレット？シークレット出た！お、おお、こっちルイージ出た。おお、こっちルイージ？52シークレット本当に出た。3個目はこちらのルイージ、そして4個目はシークレットのネコロゼッタだね。うん、ネコロゼッタっていうのが出たね。うん、これ何なんだろう、ネコロゼッタって書いてあるけど、うん、なんかピーチ姫っぽい顔してんだよね。うん、スーパーマリオ 3D ワールドやったことないから分かんないっていうですね。ネコゼッタシークレット出て、うん、よかったね。よかったね。うん、よかったよかった。はい、では5箱目と6箱目いきましょうか。うん、ここで開けて、はい、でシンくんにこれ渡せばいい。うん、ちょっと開けて、はい、じゃあどうぞ。あ、ハテナボックス。あ、ハテナボックスがあるかい。あ、お、こっちクリボーが、あのスケート乗ってるやつだ。5箱目がこちらのスケート靴クリボーだって。うん、そして6箱目がダブルチェリーハテナブロックだって。うん、そうだね。うん、上にチェリーが乗っかってんだ。うん、へえ。ハテナ、あ、ルイージとかが下から押してチェリーが出てきたって感じだね。あ、そうだね、そうだね。うん、次は7箱目と8箱目いきましょう。はい、じゃあエイシンくんのこうパッカッと開けましょう。はい、パタテンテンがもう一個出ちゃったね。うん、パタテンテンだった、間違えた。あー、プレッシープレッシーまた出た。うん、あらー、この2つだ。え、ちょっと待って、この次またこの2つ出ちゃったらなんかショックだな。うん、大丈夫かな。うん、では最後の9箱目と10箱目いきましょう。うん、最後です。あ、最後だからさ、これ食べようか。うん、はい、ヤシン君、じゃあこれ1個食べな。うん、じゃあこれパパ半分食べます。うん、うまっ、うまい、これ。え、ちょっと開けといたよ。あ、これ開いてた。はい、じゃあ開けるよ、こっち。これ最後の10カプセル目。うん、あら、うん、これ私のだ。はい、9個目はこちらのピョンチューとこちらの妖精姫が出ましたね。うん、はい、ということで今回出たのはこちらの10個でしたね。うん、パタテンテンがちょっとダブっちゃったでしょ。うん、あとプレッシーもダブっちゃったね。うん、ルイージとネコロゼッタ、これシークレットだったね。うん、よかったね。うん、それとダブルチェリー&ハテナブロックでしょ。それとスケートグッズ&クリボー、うん、ピョンチューとあと妖精姫、うん、
以上の10個でございました、うん、やっぱね相変わらずこの古田の直営庫はクオリティ高いよねフィギュアがね、うん、素晴らしいよ本当に、うん、ねえかわいいしみんな、うん、それでうちはこの古田の直営庫はみんなトイレに飾ってんだよね、うん、でトイレがどん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 いい感じになってきてるけど、うん、前はディズニーキャラクターの直営庫置いてあって、うん、マリオの直営庫もいくつか置いてあるからね、うん、今回もこれおトイレに飾りましょう、うん、はいということで今回は古田のスーパーマリオ 3D ワールド直営庫パート2でした。